昭和42年台風第34号は、1967年10月に愛知県に上陸した台風である。進路図1967年10月17日、マリアナ諸島の南で台風34号が発生。精神し、沖縄本島の南東海上で停滞に近い状態となり、27日になって急に再び動き始め、 北東進して南紀をかすめて28日3時30分に愛知県厚見半島の伊良後岬に上陸した。その後温帯低気圧に変わりながら発達。この台風は当時1951年の統計開始以降で最も遅い日時に日本に上陸した台風であり、1990年に台風28号が上陸するまでその記録が破られなかったことに加え、 現在も統計史上2位の遅い上陸台風となっている。この台風により、死者37人、行方不明者10人、負傷者41人の人的被害が確認されている。ほか、重火損壊2959棟、浸水26842棟などとなっている。三重県熊野市大泊の国道42号線、改修工事現場では、 鉄砲水が発生して30人が山津波に流され多数の犠牲者が出た。三陸沖や東京湾では海難事故が発生した。台風により長野県と群馬県の県境から奥秩父にかけて50センチメートル程度の雪が降った。ありがとうございます。